い、こんにちは、レトスノーノです。今回はちょっと特別に無料でですね、令和2年の問6の錯誤の問題について解説させていただきます。で、この問題ですね、まあ、やや難しいかなって思いました。で、これ何が難しいのかっていうのは、問題文をまず理解するっていうところなんですね。なので、まあ、その点踏まえながら、解説をしていきたいと思います。で、まず、こちらのページに載っているのは、もう、錯誤の基本的な内容ですね。基本的な内容をちょっと噛み砕いて、解説しております。で、錯誤っていうのは勘違いですよね。で、どういった場合に錯誤によって取り消しができるのかという要件をまずここに書いておきました。要件です。どんな場合に錯誤を理由に取り消しができるか。つまり、勘違いをした人は後で取り消しができるんですよね。で、それはどういった場合に取り消しできるんですかというのがここに書いてある内容なんですね。で、原則と例外があります。まず、原則。表意者。つまり、これ勘違いした人です。勘違いをして意思表示をした人ですね。表意者が勘違いをして、まず意思表示をしている。これがまず、要件の一つ目です。で、二つ目が、その表意者、勘違いをした人に、重大な過失がない。で、この重大な過失って何なのかというと、例えば、思い込み、勝手な思い込みをして意思表示をした場合、これは重大な過失があるとみなされます。一方で、ちゃんと調査をした上で、実は内容が違っていた。これはですね、重大な過失はありません。まあ、何の調査もしなくて、勝手に思い込んで意思表示をした場合、これは重大な過失があるということですね。で、この二つを満たす場合、つまり勘違いをして、その勘違いをしたことについて重大な過失がなかったら、原則として錯誤取り消しができますよと、まあ、いうことです。で、例外もあります。この丸2、原則の丸2を見ていただきたいんですけども、要件丸2ですね。表意者に重大な過失があった場合は、これ要件満たさないから錯誤取り消しできないんですよね。原則としては。でも例外的に表意者に重大な過失があったとしても、取り消しできる場合があるんですよ。それがこの A と B の2パターンなんですね。一つ目のパターン A っていうのは、相手方が錯誤について知っていた、つまりこの表意者が勘違いをしていることを知っていた場合、もしくは相手方にも重大な過失があった場合、この場合っていうのは相手方保護する必要性って低いですよね。だから表意者に重大な過失があったとしても、表意者は勘違いを理由に取り消しができるようにしてます。また、二つ目。相手方も同じ錯誤に陥ってた場合。つまり、表意者も勘違いをしているし、相手方も同じ勘違いをしていた。この場合、お互い勘違いをしているわけなので、取り消ししたとしても、相手方は大きな不利益を被りません。なので、この場合も錯誤取り消しできるというふうにしております。これが基本的な内容です。この基本的な内容をもとに選択肢1から4を見ていきたいと思います。まず選択肢1ですね。A と B との間で締結された売買契約に関する記述のうち、売買契約締結後、A が B に対して錯誤による取り消しができるものはどれか。つまり A が錯誤取り消しできるものを選んでくださいよっていう話なんですね。で、選択肢1。A は自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失により B に対し10万円で売却すると言ってしまったと。まずここまでいきます。まず A さんはもう勘違いをして100万円の自動車を10万円で売るよって言っちゃったんですよね。つまり勘違いをして意思表示をしている人は A さんです。つまり A が表意者ですね。ここで言うこの表意者は A さんです。で、この A さんは重大な過失があったんですね。ここまで OK ですね。で、B が過失なく A は本当に10万円で売るつもりだと信じて購入の申し込みをしたと。で、売買契約が成立したと書いてあります。相手方 B は信じているわけなので、これ善意ですよね。勘違いしていることを知らないわけですよ。10万円で売るつもりと信じているってことは、これは勘違いしている、A さんが勘違いしていることを知らないわけだから善意です。さらに過失がないわけだから善意無過失という状況です。これをまとめると、まず、表意者の A さんは勘違いをして意思表示をしましたよね。売る意思表示、売却の意思表示をしました。で、A さんは重大な過失がありました。
で、重大な過失があったら原則錯誤取り消しできませんよね。2番の要件満たしませんよね。2番の要件っていうのは重大な過失がない場合に錯誤取り消しできるんですよ。つまり今回重大な過失があったわけですよ。重大な過失によりって書いてありますね。だからこれは原則としては錯誤取り消しできません。じゃあ例外もあるわけですよね。例外も確認もしましょう。例外見ると相手方は善意無過失って書いてあります。善意無過失ってことは悪意でもないし重過失でもないわけですよ。相手方はまた共通錯誤があるということも書いてないですよね。つまりここの A も B も当てはまらないんですよね。ってことは例外に当てはまらないから原則を使います。したがって錯誤取り消しはできませんよね。ここ重大な過失がないが要件なんですよね。今回重大な過失があったわけなので原則通りこれは錯誤取り消しできないっていうふうな答えになるわけです。よって錯誤取り消しできるものを選べ。だからまず選択肢1は消えましたね。で続いて選択肢2を見てみます。選択肢2っていうのは A は自己所有の時価100万円の壺を10万円ぐらいだって勘違いをしたんですよね。でこれは A さん思い込みです。思い込んで10万円と思い込んでもう10万円で売却したいと言っちゃったんですね。ってことは A さんっていうのはまず勘違いをしていて、これ思い込みをしているということはこれ重大な過失があるわけですよ。ここまで OK ですね。だから A さんは重大な過失がありましたよ。ってことはこれは選択肢1同様、原則は錯誤取り消しできませんよね。で続いて B さんは A の言葉を信じて、じゃあそれなら10万円で買うよって言ったって書いてあります。これ B さんは信じているわけだからこれ善意ですよね。善意です。でここで注意が必要なのは、善意だから悪意ではないんですよ。でも重過失の可能性はこれあるわけですよね。善意重過失っていう可能性もあるわけですよ。知らなかったけれども重大な過失があるっていう場合も可能性としてはあるわけですよね。でもしそうだった場合はこれ錯誤取り消しができるになっちゃうんですよね。でここがすごく難しいところなんですよ。問題文見ると錯誤取り消しできるものはどれかって書いてあります。この問題の事例で言うとできる場合はあるけどもこれできない場合もあるわけですよ。原則はこれできませんのでね、こういった特殊な場合に限ってできるのであって必ずしも錯誤取り消しできるとは言い切れないんですよ。ほとんどの場合がこれできませんからね。ってことはできるとは言い切れないって話だからこれも当てはまらないんですね。2番も、ここが難しいところなんです。問題文の状況から判断して、これはできる、絶対にもうできるんだと言ったらこれは丸なんですけども、できない場合があればそれは×になっちゃうってことなんですね。今回は原則できませんから、できない場合はあるわけですよ。ってことはできるとは言い切れないから、これも×だということになるんですね。これがすごく難しい部分です。これが質問内の理解ってところなんですね。まあ多くの解説ではおそらくここまでは解説してないと思うんですよ。ただこういったところをちゃんとやっていかないと引っ掛け問題で引っかかります。おそらくここの部分は多くの解説がしてないと思います。原則通りもう重大な過失があることによって錯誤取り消しできないで終わってると思うんですよね。でこれだと本試験でちょっと引っ掛けられたら引っかかっちゃいますのでその点注意しましょう。で3番です。 A は自己所有の時価100万円の名称の絵画を贋作だと思い込み、B に対し贋作であるので10万円で売却すると言ったところ、ちょっとここまでで切ります。まず贋作っていうのは偽物って意味です。偽物、 A さんは100万円の絵画、これ本物なんですね。実は本物だけれども偽物だと思って100万円で売るよって言っちゃったんですよ。でもこれっていうのは A さんの思い込みだったんです。つまり偽物だっていうのは A さんの思い込み、つまりA さんは重大な過失があるということですね。 A さんは重大な過失がある、 A さんは勘違いをして意思表示をした、売るよって言ったけどもそれは重大な過失がありましたよっていう状況です。で一方 B さんはどうかというと、 B も同じく贋作だと思い込み、偽物だと思い込んで、偽物なら10万円で購入するよと言って AB 間で売買契約は成立したと書いてあります。つまり B さんも A さんと同じく偽物だと思い込んじゃってるわけですよね。つまり A さんも B さんも勘違いをしているわけですよ。同じ勘違いをしている。これを共通錯誤と言います。
これは一番最初にお伝えをしたここですね。表意者 A さんも相手方 B さんも同じ錯誤に陥っているわけですよね。同じ勘違いをしているってことです。これは表意者に重大な過失があっても取り消しできる場合に当たるわけです。つまりこれは例外の B に当たるわけだから、これは錯誤取り消しできるわけですね。この原則は適用されず、例外が適用されて取り消しできますよということで、選択肢3が正しいということになります。一応4番も見ておきます。A は自己所有の腕時計を100万円で外国人 B に売却する際、当日の正しい為替レート1ドル100円だったんですね。これを重大な過失により1ドル125円で計算をして8000ドルで売却すると言ってしまったということですね。まあ、つまり A さんは勘違いをして8000ドルで売るよって言っちゃった。でもそれにはこれ勘違いはすごく重大な過失があったっていう話なんですね。だからまあ原則としてはこれ錯誤取り消しできないって話です。じゃあ例外に該当するかどうかを見ていくわけですけども、 A の錯誤について過失なく知らなかった B さんって書いてあります。つまり B さんは過失なく、だからこれ無過失ですね。無過失、さらに知らなかったわけだから善意です。つまり B さんは善意無過失、相手方は善意無過失ですね。でこの B さんが8000ドルなら買いたいと言って AB 間の売買契約が成立したと書いてありますね。でこの場合 B さん共通錯誤もありません。あるって書いてありませんよね。共通錯誤あるとは書いてありませんので、まあ、例外にも当たらないと、まあ、いうことで原則通り錯誤取り消しできません。したがってこれも×と、まあ、答えは3になるということですね。まあ、基本的なところを押さえていれば解ける問題なんですけども、問題文理解できていないと2番あたりで分かんなくなっちゃうわけですね。あと思い込みという言葉ですね。この思い込みっていうのは重大な過失があるってことをこう置き換えることができるか、これができないとこの問題ちょっと解くのは難しかったんじゃないのかなと思います。なんでちゃんとやはり問題文を理解するってところがすごく重要だってことはこの問題からわかるわけですよ。単にこの一番最初の解説、これを丸暗記したところで使えない方が非常に多いんですね。使えるようにするためには問題文をちゃんと理解するってところをやっていかないと得点につながりませんので、その点を意識しながら勉強するっていうのがすごく重要です。で、実際弊社の個別指導ではこういったところをきっちり理解をしながら学習するっていうのがコンセプトなんで、ちゃんと本試験で点数取りたい、勉強したら勉強しただけ点数取りたいっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。まあ、今回の解説も一回この動画見ただけではおそらく頭に入らないと思いますので、何回か見ていただいて頭に入れていただければと思います。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスの小野でした。